ソ連崩壊後のロシアで初の受賞作太陽に焼かれてを監督したニキータミハルコフ。ロシアは1992年よりアカデミー国際長編映画賞への参加を開始している。それ以前は旧ソ連からロシア映画が多く出品されていた。アカデミー外国語映画賞はアメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催し、 アメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。ソ連の映画は1968年から1984年の間に9本がノミネートに至りそのうち、戦争と平和、デルスーザーラ、モスクワは涙を信じないの3本が受賞を果たした。ノミネート作品のうち8本はロシアのスタジオで制作された。 ソ連崩壊後、ロシア代表作品は6本がノミネートに至り、太陽に焼かれてのみが受賞を果たした。ニキータミハルコフの作品は5回代表に選ばれたが、シベリアの理髪師は、プリントがロサンゼルスに到着するのが遅れたために、失格となった。ノミネートに至ったのは3本であり、そのうち、太陽に焼かれてのみが受賞した。1956年よりアンピスは、 外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。以下はロシア及びソ連の代表作品の一覧である。1987年の残下以外はすべてロシア語で制作されている。 ロシアソビエト連邦、ありがとうございます。